ステップフォードワイフは2004年のアメリカ合衆国の SF ブラックコメディ映画。監督はフランク・オズ、出演はニコール・キットマンとマシュー・ブロデリックなど。1975年の映画、ステップフォードワイフのリメイク。原作はアイラ・レヴィンのステップフォードの妻たち。ジョアンナはニューヨークでやり手のテレビプロデューサーとして働いていたが、 過激な番組が元で辞任させられてしまう。すっかり意気消沈した彼女を気遣う夫のウォルターは家族のためにコネティカット州のステップフォードに移り住むことを提案。ステップフォードは治安も良く豊かで大変美しい街だったがそこに住む女性たちは揃いも揃ってグラマーで低粛であまりに完璧な妻であることにジョアンナは気がつく。ロッテントマトズによれば 批評家の一致した見解は、オリジナルの冷ややかな風刺を無分別で芝居じみた滑稽なものに変えてしまったことで、このリメイクはそれ自体がステップォード化してしまっている。であり、175件の評論の内高評価は26%に当たる45件で、平均点は10点満点中4.7点となっている。メタクレティックによれば、40件の評論のうち、 高評価は9件、賛否混在は17件、低評価は14件で、平均点は100点満点中42点となっている。ありがとうございます。